こんにちは。山本通之です。それでは今日も戦略チャンネルで学んでいきましょう。第31回スタートアップ成功戦略。起業するか、就職するかというですね、学生向けのテーマになります。戦略チャンネル山本敏之です。チャットオフォーク創業者で現在ビジネス YouTuber として活動しています。このチャンネル平日毎日更新していて、この動画のジャンルは資金調達から上場までのスタートアップ起業成功戦略というジャンルなので、このジャンルの他の動画を見たい方は再生リストを再生してみてください。では内容に入っていきましょう。大学生。 起業するか就職するか、どっちがいいんですかみたいなね、質問とかよくあるんですが、まあ、まだ大学生だったらですね、もう即インターンですね。ただ、普通のインターンはダメですということですね。就職が目的の、ね、経験積んで、履歴書に書くためのインターンではなくて、本当に自分が起業した時のシミュレーションとしてですね、え、インターンしましょうということです。で、自分が起業したいジャンルの会社にインターンを申し込んでみると、 で、インターン募集しなかったらってね、諦めるのが起業家ではなくて、もう、御社でぜひ一旦させてくださいって、も飛び込んでいくぐらいのですね、気持ちで、その自分のやりたい業界の問題とかもインターンするとですね、一気にこう知ることができるんですね。大学生でいきなり起業するときって、大学生の抱える課題ぐらいしか想像できないんですけども、自分がやりたいジャンルの会社に行くとですね、その業界のことが一気に知れたり、その業界のプロフェッショナルにつながれたり、 えー、そういったことが、ね、経験できますので、でさらには、そのね、えー、やったことのないような請求するとか、ですね、えー、なんかその福利厚生とか、えー、あとはそのね、社会保険とか、そういった自分では経験したことないようなこともですね、えー、先輩に聞いて教えてくれると、インターンだったらね、学生だったらもう抵抗なく、う警戒心なく、なでも教えてくれますので、えー、TTP しましょうと、徹底的にパクるということですね、えー、学生はもうね、分かんないことだらけなんで、もう赤ちゃん生まれたら、日本語もね、えー、親からパクって。 学んでるわけですね。学ぶという言葉は、真似ぶと。真似るところから学んでいくというのが語源ですから、とにかく学生は企業とかビジネスの赤ちゃんですから、とにかくパクパクって学ぶと。そこから自分のオリジナリティを出していくということを意識していきましょうということですね。で、 就職せずに休学して起業するっていうのは、これが理想のパターンかなというふうに私は思っております。休学中に、えー、ね、えー、もう、ビジネスに徹底的にこう、できます、あの、集中できますので,で、しかも新卒の権利を残したままなので、失敗しても、経験だけが残り、そして新卒の権利も残っているということですね。はい。失敗したとても就職、就職に有利。で、休学、休学はやっぱ親からダメだとかですね、起業のアイデアもできてないと。 そういう場合どうしたらいいですか、でも将来的に絶対起業したいんですという方があれば、ですねもうこれは期限を入社する前から決めましょうということですね。3年だけぐらいですね、22歳から25歳ぐらいですかね、えー、もう遅くても27歳、8歳ぐらいにはもう退社するということを決めて、でだんだん中にいるとですねもうこのままでいいかなとかですね。 え、なるんです。なので、結婚する前ぐらいの26、7歳ぐらいまでの間にもう会社を辞めましょう。じゃないと、いわゆる嫁ブロックっていう、親ブロックだけじゃなくて、嫁ブロックまで来るとですね、ああ、もうじゃあ、あの、起業って無理だなーって、ズルズルズルって言っちゃうっていうパターンになっちゃうので、えー、もう起業するんだと。でも、なんだったらですね、面接の時に僕はもう、あの、起業したいんで、何年で辞めますと言っちゃうぐらいの方がですね、逆にこう採用にね、ちょっと、 本当にやめるかどうか分かんないけど、そのぐらいの着替えがあるやつの方が採用してみようかなと。迷ったらそっちの方がですね、採用されたりすると思うので、とにかく、うそういうふうに決めて、紙に書いて、えー、どこか物置か何かにこうね、貼っておく。で、何年かに一回ぐらい見つかるような場所にですね、見て、あ、俺何年か前に起業するって決めてたなと。で、私もですね、25歳に会社作ったんですが、 法人化ですね。起業したのはあの21歳の大学生の休学してる時にあにビジネス始めて、個人事業のうちで始めて、25歳でえ法人化したわけです法人化した時に3年後には米国法人を設立するということですね。紙に書いて、置いてあったんですね、倉庫とかに。でそれで実際シリコンバレーに法人設立して、アメリカに行く時に荷物を整理してたらそれが出てきたんですね。 2005年に解体、2008年に米国法人、それよりも4年ぐらい遅れて、7年後の2012年にね、シリコンバレーに実際設立して、移住して、グローバル展開しましたけども、やはりもうそういった形で、書いておく、決めておくというのは非常にこう重要かなと思います。最後に。 戦略サロンというね、オンラインサロンやっております。Facebook のグループを使っていて、無料で入れますので、起業したい人とか起業家向けの無料なオンラインサロンなので、ぜひ、えー、戦略サロンと検索して、えー、入会申請してみてください。それでは明日も戦略チャンネルでどんどん学んでいきましょう。